Nui is higher than Tank and Bam Bam Bam? I disagree. Easy. He is good. His placements and everything. He's built different. Every punch that he throws is sharp. The power, the accuracy, the ring smarts. Boxing's not a tough man's sport. A tough guy's gonna get hurt in boxing. He's gonna talk funny at the end of the day. This is a thinking man's sport. Only the smartest win. この動画では井上尚弥がとんでもないファイト IQ を見せた瞬間を素人でも分かりやすく分析します。チャンネルの登録ボタンをスマッシュして見ていきましょう。試合が始まると井上はドネアが前進するタイミングに合わせて左フックを狙っていきました。タイミングはバッチリでしたが、井上をよく研究してきたドネアは左フックを警戒していました。ここで前に出続けるよりもドネアは逆にバックステップで距離を取り、井上のパンチは空を切りました。これはドネアがフックを見えていたから全身を止めたというわけではなく、もともと踏み込んで攻めるつもりは一切なかったのです。つまりドネアはフェイントを仕掛けて井上の反応を探っていたのです。攻撃が読まれていることに気づいた井上は高いファイト IQ を見せてすぐに作戦を変えていきました。ドネアが接近する位置に横から回っていくフックよりもバックステップで距離を取る位置にまっすぐ伸びていくストレート系パンチを狙っていきました。以前のシーンと同じように井上はドネアが前にステップするタイミングにパンチを合わせにいきます。もう一度うまくバックステップで距離を取るドネアですが、今回井上は長いジャブを届かせることができました。相手が練ってきた対策を試合中に気づいてその場で適応する井上尚弥は相当高いファイト IQ を見せています。井上がジャブで距離をコントロールし始めたのでドネアには攻めていく選択しかありませんでした。なので踏み込みながら右ボディを打っていきました。井上はドネアを研究するためにカウンターを合わせるよりもバックステップで外しました。ドネアが右ボディを打つときガードに隙が空いてることに気づいた井上はそこを狙ってカウンターを合わせる戦略を取りました。しかしドネアも井上と同じくファイト IQ を持つボクサーなので井上のバックステップに対して右ボディの打ち方を変えました。そのままボディを打つよりも今回ドネアは前にステップしてジャブを打ち、井上はバックステップで距離を取りました。距離が空いたのでドネアはそこからジャブのフェイントでもう一度踏み込みパンチが届く距離に入ってから右ボディを打ちました。井上のディフェンスに適応して攻撃を調節しているドネアですが、井上は改めてドネアの攻撃に適応しこのボディにカウンターを完璧に合わせました。もっと詳しく見ていきましょう。井上の左腕に注目してください。距離が詰められたので井上はもう一歩のバックステップで距離を取り、それと同時に左腕を引きました。腕を引くことによって井上はボディを完全に避けてドネアは空振りをします。ドネアのように踏み込んで攻撃すると体重が乗ったパワフルなボディは打てますが、その代わりにもし空振りするといくら体幹の強いボクサーであろう一瞬バランスは崩れてしまいます。なのでドネアは自分の勢いを止められずバランスを崩しガードが下がった状態で井上に近づいてしまいます。以前のシーンでこの隙に気づいていて狙っていた井上はカウンター左フックをクリーンヒットしました。パターンを変えた相手にその場で適応した井上はとんでもないファイト IQ を見せていますけど、その上に一瞬も気を抜かないという相当高い集中力も見せています。ラスト10秒に入るとドネアはポイントを取りにアグレッシブに前進していきました。それに対して井上はここまでよくヒットしていた左を狙っていきました。ドネアは前にステップして井上はそのタイミングに左フックを合わせようとします。ただ井上の左に警戒し始めたドネアはダッキングしてフックを外しました。外されたけど2発目は当たるでしょうと考えた井上はドネアが頭を上げるタイミングを狙ってもう一度左フックを
打ちました。だけどドネアはこの攻撃も読めていました。見事にダッキングでイノエの左フックをまた外し、続けてプレスをかけていきます。イノエは距離を取って、今回は回っていくフックよりもまっすぐ打ちました。パンチの軌道を変えていますが、それも見えていたドネアは硬いガードでしっかりブロックしました。左を3発打って3発とも防御されたので、イノエは攻撃が読まれていることに気づき、その情報を賢く活かしました。ここでイノエは左を打つ動きを見せかけますが、実はこれはフェイントなのです。左を見えていたドネアはそれに反応し、スリッピングからカウンター右ストレートを合わせに動きました。イノエのパターンに適応しているはずでしたが、実は逆に罠にはまっていたのです。ドネアがストレートを出せる前に、イノエは先に自分の右ストレートを打ち込み、ピンポイントにヒットさせてダウンを奪いました。このダウンシーンで井上尚弥はスピード、的確な狙い、抜群のタイミングを見せていますが、それだけではこのダウンを取れなかったと思います。相手の動きを読み取る冷静さと、それに適応するファイト IQ も持っているからこそ、経験を持つレジェンドドネアを倒せたと僕は考えています。そしてダウンシーンだけではなく、ドネアを KO した強烈な連打を可能にしたのも井上尚弥の冷静さと高いファイト IQ でした。ここで井上はジャブをついて、ドネアはそれを避けて踏み込みながら左フックを打ち返します。井上は重心を後ろの足に乗せて、ドネアの攻撃から距離を取りながら自分の左フックをクリーンヒットしました。チャンスと考えた井上は攻めていき、ジャブ、ストレート、それからフックを打ちました。ドネアはガードして、フックは重心を落としながら外しています。ここで井上はもう一度後ろの足に重心を移動しながらフックを打ちますが、フックはギリギリに届きませんでした。フックはなぜ当たらなかったのでしょうか。以前のシーンでドネアは距離を詰めていましたが、この場面では逆に距離を取っています。重心を後ろの足に乗せると自然に上半身が後ろに倒れるので、フックの距離が短くなるのです。だからフックは当たりませんでした。これを理解している井上は状況に適応し、フックの打ち方を調節してドネアをぐらつかせました。ドネアは左アッパーを打ち、井上はリーンバックでパンチの威力を流しました。もう下がれない状態にいる井上にドネアは右ストレートを当てに行きます。井上はストレートを内側に避けて重心を落としながら接近しました。重心が浮かされている状態なのでドネアは距離を取ろうとしますが、井上はドネアが下がるタイミングを測ってフックを完璧に合わせます。そしてよく見ると、今回井上は後ろの足に重心を移動するよりも重心を前足またはセンターに保持しています。そのためフックは下がってるドネアにも届き、効果的なダメージを与えました。勝つことだけではなく、勝ち方にもこだわってる井上尚弥は強烈な連打で襲いかかり、とてもタフなドネアは全力でしのごうとしました。だけど最終的にドネアは耐え切ることができず、井上尚弥は印象的な KO 勝利を収めました。この連打シーンは別の動画で分析していますので、興味ある方はぜひチェックしてください。井上尚弥の試合を見ると一番印象に残るのは彼の圧倒的なノックアウトシーンです。だけどこのようにゆっくり分析していくと、井上は KO パンチを当てるために相手に適応して何回も攻撃とディフェンスを調節していることがよくわかります。皆さんはどう思いますか？井上 VS ドネア2を見てこれに気づいていましたか？次はどの試合を分析してほしいですか？コメントで教えてください。井上尚弥は無敗の戦績を誇っています。ということは毎回井上にベットしてたらめっちゃ稼げています。井上尚弥 wins, we win. 井上尚弥 makes money, we all make money.
スポーツにベットしたい方は概要欄に貼ってある特別 URL から Ryzen 公式スポンサーのオンラインブックメーカーをアクセスして10ドルのフリープレゼントをゲットしてください。すべてのスポーツを取り上げているので Check it out。